こんにちは、田久保佳凛です。今日は久しぶりのコラボ企画で、ゲストの方はブルービーチャンネルの皆さんです。よろしくお願いします。韓国料理を食べながら恋愛トークをしていきたいと思います。めっちゃ楽しみ、めっちゃ楽しみで、お腹が空いているので早速撮っていきたいと思います。どうぞ。乾杯。よろしくお願いします。とりあえず食べましょうか。そうですね、食べましちゃよくないからね。いただきます。まじめまじめ最高。いや、ありがとう。いただきます。うん、うん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 、幸せ。あら、2個目。はい。自分が異性なら誰がタイプ？括弧この中で。難しい。こっち系ね。難しいね。そっち系なんだね。タイプ？自分が男性だったわけだよね。じゃあ後に発表します。後に発表します。じゃあこれはちょっと後に発表することにします。今日のね。ダメ男の定義。お金が結構なんかなーなーというか、借りたものを返せないみたいな。ちゃんと返してくれればいいけど、うん、でも私結局有言実行とかこうやってる。そう、知りたいってするからね。そうね。私結構女性遊びが下手な人が、女性遊びが上手い人って、いい男の人だと思うんだよね。なんか、上手い方が、じゃあなんていうの、ダメほど爪甘くて、その辺の女性を都会引っかいして、それを周りに知られちゃうっていう。なるほど。いろんな人を傷つけて、そうそうそう、あの人遊んでるっていう印象を与えるって時点でもう、その人と付き合ってる人っていう風になりたくないから。なるほどね。子供っぽいじゃん、すごい遊び方が下手な人って、で遊ぶにしてもちゃんと頭使って遊んでる。そうバレないようにできるのかとか、自分の印象を下げないかとか、なんだろう、私逆に沼らせがちな男性ってダメ男かなって思う。女子をメンヘラにさせたりとか、そっちがダメだと思う。絶対そうだよね。確かに。沼らせる男性はダメ男性。さくらと話した。そう。沼らせるのはダメだって。ダメだと思う。で、その沼る男性の特徴って何よ？なんだろう、その革新的なことを全く言わずに、なんか。あざとい、自由な感じでこう掴めない感じがある。なるほどね。何考えてるか分かんない。見せられてるのか分かんないみたいな。なんか他にもやってるでしょそれみたいな雰囲気も一番沼ると思う。確かに見分ける方、観察するしかないよね。時間を重ねて彼の周りの人を、いや、めっちゃ大事。友達めっちゃ大事。なんかやっぱルイトモルイトモ、キュンとする仕草は、恋愛トークっぽい。もうベタすぎるけど、頭、すごい、絶対好きそうだな。しかもそれを違和感なくできる人。わかる。例えばなんか、あーもう可愛いなみたいな、はいはい、めっちゃさりげないみたいな。そう、いいね、頭ポンポン好きだ。男らしさを感じる。確かにちょっと頼れる瞬間のある仕草ってやっぱキュンとするのかもね。でも私もベタだけどあれ好きよ、一緒に歩いてる時にさ、こっち寄れよ、ナチュラルね、茶道のやつ、ナチュラルのやつね。弟がやってくれても偉いじゃん。あー、偉いね、いいね、いいね。そう、偉いじゃんってなるから。じゃあ行きます。はい、
プリの出会いについて。あー最近ね。うん、最近だね。確かに確かに。あり、まずありなしでいくと、せーので言う。うん、せーの、あり。あ、なしの方。なし。あ、1名。なしからいきます。なし、なし理由聞きたい。まず、会ってその人と仲良くなりたいと思うか思わないかだから、うん、そもそもの大前提が会ったことないと、その時点で多分ね、入らない。 LINE とかが、ちょっとメッセージとかも続かないと。続かない。あ、そうと思わない。あー、なるほど、ね、だから、じゃあそれでいい人、写真じゃん、要は。写真とプロフィールですよ。で、いいなーって多分そもそもならないのよ、私が。そこにまず段階的にってことか。そう。あ、でもそれはあるかもな。一瞬でも多分あったりとか、たった5秒でも会ったことあれば全然また話が違うのね。そう、だから私の中でアプリが多分無理だろうなっていう。なかなかなじみだった。あ、ほんと？嘘？何でありなの？時代の変化。時代の変化に自分がついていったってことね。周りがさ、意外とアプリで出会いましたとかが、うん、多いから、あ、じゃあ全然ありなんだなっていう考えになった。でも多分、周り、うちの世代で多いってことは、普通に見てくれてる方も結構、うん、アプリの出会いとかも結構あるんだって。もう真剣じゃなくても、こうちょっと遊んでみようかなって、うん、会ってみようかなっていう軽い使い方してる人結構多いイメージあるよ。なんかさ、ゲームで出会うとかもな、うん、あ、いいよね。あの通信する系ね、うんうん、あれすごいな、うんうん、でもやっぱ共通趣味があってさ、うん、ゲームをする、例えばさ、彼氏がめっちゃゲームして嫌なんですっていう方たまにいるじゃん、うん、だけどそれを理解できるわけじゃん、彼女もするから、うん、だからやっぱ気があったりするっていうことで、ね、うん、発見するのもあるんだろうね、多分。続きまして、はい、はい、うん、好きな人ができたらアピールする、しない。うん、あ、難しい。するしないで言ったらするんだけど、うん、多分できてないし、うん、できない。したいっていう気持ちはある。わかる。けど多分できない。え、する、しない。え、でもしてるんだと思う。私も、うんうん、できるって思ってないけど多分出ちゃうと思う。うん、うんうん、まあ好きだったらね。ゴリゴリね、ご飯この日空いてますかとか言えないけど、うん、相手に自分好意があるよっていう、うん、返し方とかはしてると思う。LINE、うん、とかで、ね、そうそうそう。LINE 絵文字で、うん、変わると思う。確かに。返信早いとか。うん。ちょっと考えて、返すとかで、うん、そう。興味なかったらなんか3日とかでいいんじゃなくて。あ、全然あくね。好きだとね。ちょっとなんか帰ってくるように返信する。うん、質問とかね。わかるなんかその。わかる、めっちゃ会話してるときはいいんだけど、あ、これでそうなんだって言ったら終わりそうだね。しないけど、うん、こっそり、うんね、自分なりの気づいてねってぐらいのアピールはするかも。LINE、うんうん、で誘うのもいいんだから、会ってる間とかに誘うかも。すごい約束をしちゃうかも。なるほどね。付き合えるみたいな。うん、え、女性的じゃん。女性的。なんか例えばもう、何かイベントがあるんだったら、うん、いついつに何とかのイベントあるらしくて、うん、一緒に行こうよって。うん、いいね。なんか LINE だとさ、待つ時間が確かに送って、え、まだ今日送ってくるみたいな。で、相手も無理だったら次予定なんだよねって言ってくるじゃないですか。反応がね、分かるし、オッケー、いけるわってなったら、でも、なんならいけるわとかね。確かに、それで脈あるとかも測れるし。確かに、そうだね。そっち派かも。そうだ、みんな何かしらアピールはしてるってことだね、ここね。そうだね。みんなするよ。そうよね。がっつりはね、抜きだけでも。好きなタイプは、おー、めっちゃベタな質問。うん、ベタだね。うん、私はもうドシンプルだけど優しい人。うん、さ、自分に一番優しいのは絶対前提で、だけど他の人にも優しい。あー、なるほどね。年寄りのおばあちゃんがなんか重い荷物持ってた時にそこまで運んであげるとかをさらっとできる人。大好きだよ。うん、最高最高。優しいは。大事だね。自分の家族に優しいと思うし、あと心が広い人。まあそう、本来ね。じゃあさ、じゃあ、なんかね、顔のタイプ。ああ、芸能人、誰かさ、タイプのさ。芸能人で言うと、え、私いるよ。誰？田中圭。ああ、え、結構、はいはい。
が戸籍優だ、うん、ああ、わかる、わかるよ、うん、じゃあさっぱり色気系、なん、え、なんなんだろうな、なんか犬っぽい、あでも犬っぽいね、そっちが好きだな、ねえ、てか私変わったタイプが、昔はもうクリッとしたような顔の男性かっこいいと思ってたけど、結構可愛い系ってこと、そう、最近はもうさっぱりした顔好き、例えばバクソジュンさん好きじゃないですか、バクソジュンさん大好き、うん、かっこいいよね、塩顔か、塩、もう本当にスパンってもうさっぱり、いやかっこいいよね、みたいなのも、ね、顔はさ、私たちみんなずっと山崎賢人さんが好きって3人で言ってるんだけど、わかんない、美穂さんの好きなタイプとか、でもどういう系が、どっちかというとなんかちょっとダンディじゃないけど色気系が好きなの、そうそうそう、うん、でも犬っぽい人も好き、うん、性格がってことじゃなくてそれって、そうかも、結局性格っぽい、犬がいい、犬がいい、絶対犬がいい、性格犬ね、絶対犬、犬男子がいい、なんだろう、ちょっとなんか可愛い、好き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 、かりんちゃん、かりんちゃん、あ、うんうん、かりんちゃん、かりんちゃんみたいな、え、それなんて言うの、はい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 みたいな、あ、そうそうそう、さっぱり行く時もあれば、うん、もう好きな時はこうなるし、こっちは臨機応変、なるほどね、わかる、どちらかというとこっち主導ぐらい、うん、そう、だから向こうから逆にツンってしてると、あなんやねん、なんやねん、なる、犬になれや、なれや、なれや、とにかくこう、わかるわかるわかる、来てほしいよね、来てほしい、やっぱね、愛される方がいいよね、いいね、いや、ね、そうだよね、間違いない間違いない、うん、はい、何、何歳差まで OK、 そんなに年が上の方と出会う機会もなくない、うん、だから分かんないよね、そういう方と恋愛するっていうのが、うん、この年になって上がいいかもって思い出してる、なんか大学生まではさ、なんか彼氏とばばっていうのが良かったけど、やっぱ大人の男性ってかっこいいじゃん、うんうん、なんか考えもしっかりしてて、気配りができてみたいな、そういうのはなんかいいなとは思うけど、でもなんか別に年上がいい年下がいいとかは思わないかも、でも年上でもさ、なんかすごい若い感じの雰囲気だった、うんうん、波長合うなって人であれば、うんうん、別に上でも全然いいし、ね、そうだよね、人によるんだよね、だから結局ね、うんうんうん、なんか多分逆に下派かも、へぇ、可愛い人が好き、ワンちゃん、ああ、うん、ね、年下の良さは、ドジなことが全部キモって可愛いで、あー、その年下だったらね、年上の年上の方が多いんだね、なんか、うん、多分多いんだと思う、かっこいい男性でいてほしいもんね、うんうん、だから好きになるんだと、ハードルがね、あ、待って、それは確かにね、そうやって言われると確かにって思うかも、なんか年上に例えば一緒に住んでてだらしない、うんうんうん、これなんでちゃんとできないの、うんうん、なんで靴下裏っかりしたの、うん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 、なっちゃう、確かに、あ、そこを期待しちゃうわ、でも年下だと、まあ、た靴下、うん、ポンポンみたいな、あー、確かに可愛いなー、うん、みたいなね、なるほどね、確かにそういう良さがあるな、うんうん、それきっとそうだなって思う、うんうんうん、じゃあラスト、うんうん、何フェチ、ラストですね、ラストかい、ラストかい、フェチ2つ、匂いと筋肉、おー、体の肉が、あー、その2択、絶対私ね、歯が綺麗な人が好き、私は横顔と匂い、鼻が、ってこと、鼻が綺麗な人好き、うちは匂い、あと肩幅、うん、あー、分かる、肩幅いいといいよね、がっしり、うん、結構じゃ筋肉系好きなんだ、うん、そう、水泳やってた系の感じ、あー、そうですね、うん、うんうんうん、そりゃ好きよ、なんかさ、韓国ドラマとかに出てくる、あー、ね、分かる、パクソジュンさんが、パクソジュンさんが好きじゃん。それで言うと、匂いってさ、何系の匂いなの？匂い。てか柔軟剤ってこと？柔軟剤だし。シーリーズみたいな。でもさ、香水でもさ、つける人によって匂いが変わる。変わるね、確かに。そういうこと。そうそうそう。だから。ジェロモンか、もうだから。だからそれも含めた匂いでしょ。あー、体臭も含めたね。体臭、体臭。元からいい匂いみたいな。もう全然無臭でいい。なるほどね、わかる、それはね、無臭だから、あー、わかる、してるみたいな、そっか、そうだ、自分にとってはセンス、自分が異性なら誰がタイプ、この中で、あ、指さす、みんなで、あ、せーので、まあ、せーの、ええ
これはダメだ。ちゃんとリアル。なんでちゃんとリアル。やっぱり付き合った時をこうみんな想像した時に、うん、ちゃんと愛したらちゃんと愛いた。二人がそうじゃない。全然いいじゃん。愛ってそうですよ。っていう。さくら多分ね、男だったらメンヘラになりそう。何考えてるか分かんなくなる。ああ、なるほどね。かりんちゃんが一番分かりやすそうだから、なんかそれで愛を返してくれそうだなっていう理由が、ね。なんかちゃんと嫌なことは嫌だ、うん、こういうことしてほしいっていうのをめっちゃ口で言ってくれそうだからいいなって思った。分かりやすそう。なるほどね。だからみおちゃんとかは絶対 LINE そっけないなと思って。ね、分かるね。そう、めっちゃさ、なんかさ、OK とか返してきそうだし。うん、分かる。え、みお今どこ何してないの。すごいそう。不安になる。そう、で、さくらちゃんはなんか嫌なこととか思ってても言ってくれなさそうで、いつか爆発して勝手に怒ってきた。そう、だからその二人はちょっとって思って言ってくれて、こうなんか分かるじゃん、言ってくれると分かんないし、そういうこと。そう、それをちゃんと言ってくれそう。それで言うと、私一番自分と付き合いたくないもんね。え、しっかりしてそれは。それこそ本当に自分が付き合ったら絶対左に帰ってこないでしょ。帰ってこなさそうじゃない、本当に。帰ってこないよ。え、でもそれこそメンヘラにさせてきそうだから。確かに。でも、ね、私はかりんちゃんと今話しててやっぱ同年代ぐらいの、この楽しいわちゃわちゃ感、うん、一番想像ができた。そうだよね、だって同じ世代がいいって言ったしね。さくらもそういうタイプが好きだ。そうだね、タイプがわちゃわちゃだなと思った。はい、なんかふーんってきそうだし、確かに犬っぽさはありそう、ね、うん、甘え上手みたいな、うん、なんかそういうタイプがね、うん、同じ感じかも。じゃあかりんちゃん、さくらちゃん、あ、そうだから、ワンマンで、やったー、やったー、じゃあカップル全員ロンドンハーツとかでよくあるやつね。チュン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 ってやつ。いや、面白いよね。面白い、最後が一番盛り上がったね。ちゃんと理由がしっかりしててめっちゃ理解できる。気づいたらいっぱい喋っちゃったね。恋愛トークいかがでしたでしょうか。恋愛めっちゃ楽しかった。面白かった。ちょっとお酒飲みながらやりたい。やりたい。次ね、夜にチャミスとか飲みながら、うん、もうちょいちょっとね、練り込んだ、そうね、話をしたい、うん、ちょっとピーとかあってもいいし、うん、ちょっとやってみようかな、めっちゃ楽しい。そして、ブルービーチャンネルの方でも YouTube が上がるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。めっちゃ楽しかった。めちゃくちゃ面白かった。今日はもう一日いい日でした。マジ楽しかった。またぜひ見てください。ぜひもうよろしくお願いします。今日も見てくださってありがとうございました。じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。